クリーレン新 OP よかったね。エイヤン最高だぜ。一番好きなのはゼリーが歩いてきた奇跡のシーン。フリーレン以上に生きていてたくさんの出会いと別れがあったんだな。ゼリエが歩きながら背景の文明が進化してエルフの悠久の時を感じていいよね。こっちは旅の感じがよりするな。うまく説明できんがイメロがフリーレンたちの旅っぽくて好き。それとフルバージョンのラストサビのアカペラで歌力強い歌声好き。あれこの二人こんなに可愛かったって思った。これは推しになる。なんかコンビの魔法少女味あるよね。水の子が氷っぽいの、氷の子が水っぽいの持ってるのいいよね。毎週ザインに会えるね。別れてもずっとザインはパーティーの一員だよというオープニングで嬉しい。来週減ってたらどうしよう。そんなこの私がいないじゃない。アウラ自重しろ。今回は OP も ED もフリーレンとフェルンに焦点を当ててるね。電剣じいちゃんかっこいい。電剣は予想以上にクローズアップされてて嬉しかった。全体的に爽やかな感じがすげー好み。普通に一気より好き。ビアベルの登場シーンがまさかの戦闘中じゃなくてあのシーンとは。ここねっとり描かれててリリッタいいよね。サビでそこそこ尺取っててってなった。エーレちゃん完全にメスの顔してる。視覚かな。ルロケン京都編 OP の獅子王一派みたいなカットで笑う。目つき悪いエルフみたいなのがラスボスなんやろな。サビの疾風感が好きすぎる。 OP はもっと明るくにぎやかなのが好みなんだが、フリーエンだとこのくらいの雰囲気のが好まれるのかな。自分はむしろサビは勇者以上に好きだわ。晴れやかな青空を歩く旅路を連想させてフリーレンによく合う。趣味の問題だけど勇者若氏が直球すぎるように感じたので解釈しがいのある春の方がより好みかな。勇者はヒンメルの足跡をたどる旅で晴れはフリーレンたちの旅って感じする。うまく説明できないけどイントロとアウトロのギターの静かめなメロディが穏やかな時の旅の日々って感じで作品に合ってる気がして好き。小説を起こして歌詞にしての夜遊びはちょっと説明が過ぎてたからヨルシカの方がすっと耳に入るし世界観に合ってると思う。一期 OP はフリーレンの勇者パーティー、主にヒンメルへの思いの曲。二期 OP は一級試験に挑む晴れやかさのある曲。どっちがどうじゃなくてストーリー進行に合わせた選曲でどちらも好きだね。ヒンメルならそういう。勇者はヒンメルパーティーのフリーレン、春はフリーレンパーティーのフリーレンって感じがするわ。好き。アニメしか知らない自分としては一期の OP の方が印象強かったから、既読勢と未読勢の受けの差ってあるんだろうね。原作既読勢からすると知ってる単語がポンポン出てきてくどく感じるんだろうね。あくまで自分の話だが、さすがに歌詞がまんますぎててくどいというかあざとすぎに感じてしまうわ。今回のヨルシカくらいに原作を解釈して作ってる方が好き。多分新規層の開拓って目的としては前半のあれは大正解な OP だったんだなと思う。前半で引き込んだから後半は解釈を広げるのさ。別スレからの完全天才なんだけど、春おドイツ語翻訳するとヒンメルって出てくる。他の言い回しだとダメって見て震えた。ちょっと変わった言い回しの曲名だと思ったらそういうことだったのか。こういう遊び心のある隠しメッセージ大好き。シンプルなタイトルにヒンメルが隠されていただとすごいな。ヒンメルがいるじゃない。ヒンメルに関する思いを歌った勇者、でもその思いは重しではないよって示した春。夜遊びの勇者でヨルシカの春で勇者ヒンメルになるの最高か。勇者は少ししんみりしながらも未来への希望を感じる曲だったけど、こっちは最初から最後まで明るく明日への希望に満ちた曲だね。一番最後のサビ部分で音楽なくなるのめちゃ好き。夜遊びの勇者は本編フレーズをたくさん散りばめてて物語に初めて触れる視聴者に向けた導入としてベストだった。そして視聴者が物語を理解したところでヨルシカの本編フレーズ一切入れない解釈ソングが響いてくる。